一番目の、成長していきたいっていうところでいくと、うん、成長していく切り口というかベクトルとしては結果として親に助けになるなんてところがあると思っていたので僕は、はい、自分の成長を優先したいなと思いました、うん、いかがでしたでしょうか。結果としてはですね、はい、はいどうもこんにちは、旬ダイアリー2号発のケンティーです。本日なんですけれどもキャリエモンを運営している岡本さんにお越しいただきました。お願いいたします。お願いいたします。無料匿名無制限で就活相談ができるキャリエモンを運営している岡本です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日なんですけれども模擬面接を岡本さんに行っていただこうと思います。ちょっと僕今日面接初めてなんです。はいはい、ちょっとということですごく緊張してて早口になってしまうと思うんですが、ちょっとゆっくり頑張って自分の強みというところをプレゼンしていきたいと思います。お願いいたします。お願いいたします。はい、それでは面接を始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。ではまず最初に自己紹介からお願いします。はい、専修大学3年生の経学部に所属している小園健人と申します。お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、本日は僕の強みとかそういうところをちゃんとプレゼンというか説得していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあそれではですね、まず最初に学生時代に一番力を入れたこと教えていただいてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。私が一番注力したこととしましては、190名程度の学生団体に所属していたんですけれども、その中に30名程度の朝活部というものがあって、そこの促進活動促進というところに注力いたしました、うんうん、はい、ちょっともう少し詳しくお話しすると、専修大学公認の勉強団体のが190名程度のものがありまして、うん、その中にさらにZoom で1時間ほど朝7時から8時まで Zoom で1時間ほどおのおのの自分の勉強書みたいな活動がありまして、朝活部というコミュニティがありまして、はいはい、そちらの促進をしましたというところで、はい、うん、そちらがちょっと僕が入った時は3名程度しか30名程度所属しているにかかわらず3名程度しか毎週ちょっと活動していなくて、はい、そこ僕どうにかできたいのかと思って考えたんですね、うん、はい、で原因としましては参加ハードルがすごい高いことがございまして、うんうん、どうしてかっていうと先輩とかとのつながりも友達とのつながりも薄いというところがあって、どうしてかって言いますと、うんうん、コロナがあったじゃないですか、うんうん、コロナによってすごいその学生団体自体の活動もすごく減っていて、その合宿とか例えば勉強会とか対面の活動がすごく減っていたので、それによって、まあ、所属しているけど、まあ、その縦とのつながりも縦のつながりも横のつながりも全くないというところで、うん、はい、その朝活部に参加しても例えばちょっと雑談の時間がちょっと気まずかったり、うん、はい、ちょっと、うん、お前入れよとかも言えない関係性の30名だったんですね、うん、そこをどうにかしたいと思って僕よく考えました。朝活懇親会というものを開きました、うん、どういうものかと申しますと、まあ、簡単に言えば、まあ、飲み会ですね。18時から19時ぐらいまでの飲み会をちょっと開催して、はい、そちらでちょっとみんなの仲を深めてもらおうと思って、うんうん、はい、そちらを開催しました。はい、じゃあ代表を呼んで飲み会をやった以外の部分でその活性化させるために何か取り組んだこととかってあったりするんですか。やった施策としてその懇親会活動というところで、そこをすごく僕工夫しまして、例えばなんですけれども、もう一個施策がありまして、二次会の開催がを最初に告知したみたいなところで、もう最初から二次会やりますよと言っておくことによって、そもそも二次会の参加人数が増える、それによって深くさらにより深く話すことがあったりすると思うんですよね。深い話ができると思ってて、はい、それによって結構その懇親会でみんなの仲が良くなって、で朝活参加した時に雑談もするので、その時に結構みんなの仲が仲良くなったというところがございます。ありがとうございます。じゃあ続いてまた別の質問できればなと思うんですけれども、はい、強みを教えていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。私の強みは行動力だと考えております。僕結構アドビとかを今勉強してるんですけども、うんうん、そこの抵抗感とかが全くなくて、アドビを使って、例えば両親が自営業なんですけれども、うんうん、自営業の SNS の活用に使ったり、はい、その SNS 運用とかそういうところも自分から両親に提案して、うん、やらせてもらったりしています。で実際にフォロワーとかも140名程度から今190名程度に190フォロワーになったりしています。うんうん、はい、なんかというところでなんかすごいいろんな活動に抵抗がなく僕は取り組めるのかなと思っております。うんうん、はい、そういうところでお願いいたします。かしこまりました。ちなみになんかそのいろんな活動に取り組めるというところで、うん、Adobe 以外に取り組んだものでこれが一番大きい成果につながったなっていうもの何かありますか。はい、それで申しますと、最初大学生入った時に僕公認会計士の勉強しようと思っていて、うん、はい、でそれに取り組んだところが一番大きな成果かなと思っております。はい、まあ、実際その
公認会計士という夢はちょっと挫折してしまったんですけれども、勉強を通じていろんな人に会えたり、先輩とか後輩とかいろんな人に会えたり、そういうところがなんか一番の成果かなと思っております。そういう人間か、あの行動したことによっていろんな人間関係が増えたり、できることもたくさん増えたりして、うん、したというところが、はい。公認会計士は、いつからいつぐらいまで勉強してたんですか？大学1年生にも始めて、大学2年生の夏ぐらい、うん、ちょっと挫折してしまったというところで、1年半ぐらいですかね、はい。ちなみにそれぐらい、その期間で毎日どれぐらいの時間平均的に勉強してたんですか？まあ、6時間から8時間ぐらいというところになりますね、うん、はい。1年半で6時間から8時間、すごい頑張ったと思うんですけれども、うん、このタイミングでこう、いや、変えようかなみたいな感じで、うん、諦めたっておっしゃったと思うんですけど、はい、それはなんでそうなったんですか？たくさんあるんですけど、その理由としましては、まず一つ目が、大学1年生の冬頃に沖2級の資金があったんですけど、そこに落ちてしまって、はい、そもそもそこに落ちる人は会計士受からないというところで、会計士すごく難しいので、というところはすごく一個になっておりまして、もう一個ありまして、まあ、いろんな先輩と関わることになったんですけど、先輩の話を聞くと、大学4年生で卒業しても、いまだに合格できずに、うんうん、一次試験合格できずに、勉強続けてる人もいっぱいいますね。いろんな先輩の話を聞くことによって、すごく狭き門なというところ、そこで僕の心が折れてしまったというところが、大きな理由となります。かしこまりました。はい、ありがとうございます。では、現在の就活の軸、教えていただけますか？はい、軸、はい。軸は3つございます、はいはい。まず1つ目なんですけれども、成長環境があるかどうかというところが、うんうん、はい。で2個目が、まあ、楽しく働けるかというところ、うんうん、で3つ目、これが一番重要なんですけれども、自営業の両親の助けに なりうる人材かというところ、この3つが、はい、就活の軸となっております、うん、はい。かしこまりました。それぞれもう少し詳しく教えていただいてもいいですか？はい、承知しました。まず成長環境があるかというところなんですけれども、自分は結構その成長したいというか、市場価値を高めたいという理由がありまして、うん、はい、給料が今は高くなくても、自分の市場価値が上がるにつれて、勝手に、まあ、収入とかそのいう幸せとかもついてくるのかなと思っていて、まず成長環境があるというところ、はい。で2つ目なんですけど、その楽しく働きたいというところなんですけれども、うん、はい。まあ、楽しく働ければ量もこなせるし、それによって量もこなせば勝手に能力も上がるよねというところで、はい。まあ、楽しく働きたいというところが2個目、うん、で3つ目、ここが一番重要なんですけれども、はい。両親が飲食店の経営をしておりまして、うん、結構両親、まあ、毎日6時に出社というか家出て帰ってくるの11時とかで、すごく大変そうなんですけれども、弱音を吐かない、僕たちに一回も弱音を吐いたことがないというところ、うんうんうん、でもすごいというところです。まあすごいんですけど、そこも助けられた気持ちもすごくあって、うんうん、たくさんお世話になっているので、はい、というところで、はい、この3つの就活の軸を挙げさせていただきました、うん、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ一番重要なのが3番目の、はい、ご両親が飲食店を経営していて、はい、そこの助けになるようなことをしていきたいっていうふうな、はい、その通りでございます、ことだったので、はい。1番目の、成長していきたいっていうところでいくと、うん、成長していく切り口というかベクトルとしては、うん、両親の飲食店の経営が良くなったり楽になるようなスキルを身につけたいということが成長の方向性なんですか？あ、その通りでございます、はい。じゃあそういう方向性だとしたら、例えばさっき市場価値を上げていきたいっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれども、市場価値が上がらずとも両親のお店が良くなることを手伝えるんだったら、そっちの方がいいなと思いますか？いや、そんなことはないと思います。どっちが優先事項なんですか？そうすると結論、自分の成長かなというところで、まあ、自分が成長すれば、まあ、一番簡単なので言うと、まあ、お金の支援ができるところと、あと、まあ、結構飲食店の経営ってたくさんの方向性で助けられると思うんですね。例えば公認会計士だったら財務だったり、例えばコンサルだったらその経営というところに携われるし、エンジニアにあったらホームページの達成とか、そういうところ、いろんな自分のベクトルが例えば親に向いてなかったとしても、結果として親に助けになるなというところがあると思っていたので、僕は、はい、自分の成長を優先したいなと思いました、うん、そういった意味だと、はい、3番目の両親の助けっていうのは、うん、一番ではなくて、結果的にそうなったらいいな、で大元として一番大事なのは、自分が成長して市場価値が上がって収入が上がっていくとか、そういうこと、まあ、というそうですね、意識ですね、はい、そうですね、はい、それが悪いってわけじゃなくて、はい、何を本当に大事にされてるのかなっていうのを知りたかったので、はい、はい、それでは本日の面接終了といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。じゃあまず最初に初めての面接やってみたと思うんですが、はい、感想を伺ってもいいですか？めちゃくちゃ難しい面接って思いましたね。頭の中で整理できてるんですよね、全て。だけどいざこう言葉にするとうまく言葉にできなくて、うん、詰まっちゃったり、うまくなんか説明できてなくて、すごくもどかしい気持ちになりました、うん、はい、ちょっとすごくドキドキするんですけども、ちょっと僕のフィードバックをいただこうと思います。いかがでしたでしょうか？結果としてはですね、はい、
非常に伸びしろを感じました。 ありがとうございますどんなところが伸びしろポイントかみたいなところでいくと、はい、まず一番のところは、うん、さっき話してくれたみたいにすごい緊張してたと思うんですよ、はい、なんで本当の良さとかは完全に出し切れなかったなみたいな、うん、めっちゃ素直で人に好かれる性格なんだなみたいなところとか、うん、そういうパーソナリティの部分は見え隠れはするんですけれども、あのバチッと伝わるかっていうとまだ伝わりきらない状態になっているので、頭の中にある話す内容を文章化してかつそれを何度も話すっていう練習をしていくと思ったことと伝えることっていうのも一致できるようになるので、まずそこをやるといいんじゃないかなっていうふうに思いました。であと内容的な部分とかテクニックとかの部分になるんですけど、まず自己紹介からいくと、自己紹介で話してくれたのが今日は自分のこう強みとか伝えられればいいなって思いますっていうふうに言ってくれたと思うんですけど、それであればこういう強みが自分にはありますとか、こういう経験をしてきましたみたいな、面接でこういう話をしたいなとかこういう進め方をしたいなっていうのがあると思うんで、そこの方向性に面接官を誘導するような一言を自己紹介の中で入れてあげると良いんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。おっしゃる通りでございます。あと学知課で言うと、はい、話してくれたのはサークルの話だったんですけれども、はい、サークルの話っていうのは全然いいんですけど、その中でも朝活のかつ飲み会をやったっていう話だったんですよ飲み会の開催って、はい、その代表者との調整とかって言ってもなんか1週間ぐらいの話とか、そうですね、本ちゃんって1日だけじゃないですか、うん、っていうこう2年半の中の一番がその飲み会の開催、うん、確かにってなった時にそれが一番なのかって思われちゃうかなと思って、はい、これすごくもったいないなと思ったのは、はい、今旬ダイアリーでインターンを始められて3ヶ月ぐらい経っているんですよね、はいはい、絶対そっちの方が長期間の取り組みですし、はい、やってきたこととかこう壁にぶつかって乗り越えた話とかその中でのできた成果の話とかってできることたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思うので、はい、まあ、そもそもエピソードの切り替えいやそうですね、しちゃった方がいいんじゃないかなと思って、このエピソードをどんどん経験とともにブラッシュアップしていく方がよっぽどより仕事での活躍イメージ持ってもらいやすくなるんでいいんじゃないかなって思いました。強みのところなんですけれども、はい、強みで話してくれたところがなんか新しいことにチャレンジするのに抵抗感なくできるよっていう風なところでそのアドビの話とかをしてくれたなと思うんですけれども、その話で私、聞いて思ったのがそのアドビでフォロワーが140から190に増えた、140から190、50に増えたのって素晴らしいと思うんですけど、それを聞いてうわそんなに増やしてるんだったらうちの仕事で活躍できそうだなって思うかっていうとそこまでは思わなかったんですねでだったら他になんかあるのかなと思って深掘りしたら出てきたのが公認会計士の勉強だったんですね。でこれで良かったのは、1年半とか長期間続けていたのでしっかりしたエピソードあるのかなと思って聞いていったら、結論なんか想定したよりも難しすぎて簿記2級も落ちたからやめましたっていう話だったんですね、はい、っていうこの全体を聞いた時に思い浮かぶパーソナリティってどういうパーソナリティかっていうと、気移りが早い早いでやったことで成果を出すっていうことが仕事だとすごく重視される時に、成果を出す前に違うことに壁にぶつかったら移ってしまって、で楽しいなって思えなくなったら続かないんじゃないかなっていう心配をされてしまいそうだなって思ったんですよ。でこういうふうに思われてしまうとなかなかこう選考ハードル高いところだと通過しづらくなるんで、どっちかというとアピールする方向性として、私は好奇心旺盛でいろんなことに挑戦できますっていうのってどちらかというとマイナスになることもあるんで、それよりもここをやりきってこんな成果を出しましたっていうその成果とセットで言えるエピソードを選んで、そっから逆算した強みという伝え方をすると良いと思います。ありがとうございます。就活の軸では本当に何を大事にして会社選びをしているのかなっていうところが、知るとき就活の軸を聞いていて、それだから最初におっしゃってくれたのは3つ目 の、 そのご両親の飲食店の手伝えるようなことが一番っていうふうにおっしゃってたんで、最初に思ったのはじゃあ飲食店で働けばよくないって思っちゃううわったんですよ。でそこと矛盾するのが市場価値を上げたいっていう一つ目だったので、そこのどっちを優先したいんだろうなと思って私は掘り下げたっていうような感じでした。で結論としては1番目だったので、だったら3番目はなくてもいいのかなと思いました。あ逆に、はい、だって結果的に どの分野でも成長すれば結果的に手伝えることがあるという考え方であれば、はい、軸としては別になくてもいいのかなっていうふうなところを思いました。わかりました、ありがとうございます、はい。
中長期的にはそのインターンとかで実績作っていくところがあると思うんですけど、短期的に明日からできる面接の対策とかってあったりしますか？あります、はい、何かというと想定問答集を作るっていうのが超おすすめで、想定問答集って何かっていうと、はい、面接で聞かれるであろう質問に対して全部の回答を文章にするっていうものなんですけど、はい、やり方ちょっと意味つかないと思うんで、想定問答集ってググっていただけると3番目か4番目かに私が作った記事が出てくるんですよ、はい、そこで新卒が聞かれるであろう質問25個ぐらいですかね、全部リストアップしていて、回答の考え方とか動画で全部解説されてて、想定問答集の Google ドキュメントこれコピーしたらいいですよっていうのも貼ってあるんで、そこを見ながら作っていただくっていうのが一番ストレート でそれ作ってみるとこの回答でいいのかなって不安なものが出てくるんですよ、うんうんうん、でそれ出たらどうするかっていうと、私キャリエモンっていうサービスになってるんで、それ無料で何でも聞けるんで、この回答作ったんですけど添削してくださいって送ってくれたら私添削直接してるんで、っていうのをやっていただければ回答内容としてもうこれ伝えれば大丈夫だっていうものができるんで、この自信も話せればいいんだっていうものができてから話す練習をやっていけば、話し方がどん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 ブラッシュアップされていくんで、面接力っていうのは向上していくかなと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということでたくさん伸びしろがあるというところで、僕の具体的なネクストアクション2個あります。まず1個目、インターンめっちゃ頑張ります。はい、でまず実績を作ります。はい、2個目、想定問答集を完璧にします。この2個で、はい、次回の面接ちょっと見ててください。完璧にしますので、お願いいたします。めちゃくちゃ期待しております。頑張っていきましょう。お願いいたします。というところで、本日は お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで、仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 検索サービスを無料で実施しています。ES は検索してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思ってる就活生に向けて、ダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてね。